東京スカイツリー駅。東京スカイツリー駅は、東京都墨田区押上一丁目にある、東武鉄道伊勢崎線の駅である、東武スカイツリーラインの愛称区間に含まれている。駅番号は、TS02。東武鉄道が、鉄道付設を申請した1895年、明治28年4月6日は、東京市本塾から、栃木県足利町までの 83.7km で、 申請をしていた。だが、東京市内にあたる千住本所館は、宿会生との兼ね合いから審査に時間を要するとし、やむなく出願を北千住駅北に縮小した上で、1897年、明治30年9月3日に本免許を取得した。その直後、1899年、明治32年1月には、北千住駅から越中島までの免許を取得した。 そして、1902年、明治35年4月1日に、当駅は、東橋駅として開業し、伊勢崎線の都心側における、終着駅となった。ところが、開業から2年後の1904年、明治37年4月5日に、引船駅から東部亀戸線が開業し、亀戸駅を介して、総武鉄道両国共駅、現、 総武本線両国駅への乗り入れを開始することになった。ここでターミナル駅としての機能が他社の駅である両国共駅へ移ることになり、当駅は廃止された。両国共駅への乗り入れは当時の経営陣が総武鉄道と関係が深かったことで実現したものであった。しかし、1907年、明治40年9月1日に、 総武鉄道が国有化されると事態は急変し、東武鉄道は自社のターミナル駅を保有することを迫られた。越中寺前の延伸も、当該区間がすでに市街化されており、用地買収が困難になっていた。そこで、総武鉄道が国有化されてから6ヶ月後にあたる1908年、明治41年3月1日に廃止していた当駅を貨物営業に限り再開した。 1910年、明治43年3月1日に駅名を浅草駅に改称し、3月27日に旅客営業を再開すると同時に、両国共駅への乗り入れを廃止した。当時、鉄道で当駅に運び込まれた貨物は、ここで周運に積み替えられ、北十県側から隅田川、中川を通って広く全国に運び出されていた。1911年、 明治44年3月12日には、東武鉄道の本社が、両国から、小梅河原町、現、押し上げに移転し、東武鉄道の中心拠点としての役割も果たしてきた。その後も東武鉄道は、都心側のターミナル駅を求め、東駅から上野駅への延伸計画を申請した。この申請は百二十四年、大正十三年に、浅草雷門駅、現、 浅草駅まで認可されたが、浅草上成門駅上野駅間は1919 19年、大正8年に、東京地下鉄道が免許の交付を受けていたため、上野駅までの免許は降りなかった。やむを得ず、東武鉄道は浅草上成門駅をターミナル駅とする方針へ変更し、1927年、昭和2年12月15日に延伸工事を開始した。 ものの、隅田川橋梁と浅草上成門駅の設計変更により、後期が長引いた。この頃、京成電気軌道、現、京成電鉄も浅草への延伸を計画していたが、1928年、昭和3年9月26日に、京成電車二国事件が起きたことによって、京成電気軌道は浅草への延伸を断念することになった。このような右翼曲折の末、 1931年、昭和6年5月25日に、東武鉄道は浅草かみな駅への延伸を果たした。この延伸に伴い、駅名を成平橋駅に改称した。延伸後は、旅客営業としてのターミナル駅は浅草かみな駅へ移ることになったものの、当駅は貨物営業としてのターミナル駅としては健在で、都内施設の貨物駅としては、 最大の取り扱い量を記録した。1962年、昭和37年5月31日に、北千住駅を介して、営団地下鉄日比谷線との直通運転を開始すると、伊勢崎線の旅客輸送は、急激に増大した。しかし、浅草駅は、構造上の問題で重量編成の通勤電車が、発着できず、北千住駅北を複々線にした上で、 運転本数を増加することで輸送力をまかなった。それでも、北千住駅の乗り換え客による混雑は一向に解消されなかったため、1990年、平成2年9月25日に当駅は、電流線の一部を利用して重量編成が停車可能な地上ホームを新設し、伊勢崎線の重量編成列車は当駅を、始発、終着駅とした。また、 押上駅への地下連絡通路も新設された。一方で、貨物輸送量は、戦時中も減ることがなく、戦後の復興期には、さらなる増加を記録した。当駅の貨物取扱量は1964年、昭和39年度にピークを迎えたが、高度経済成長によって、高速道路や国道が、相次いで開通し、モータリゼーションが進行したことにより、それ以降は、 取扱量の減少に歯止めがかからなかった。そして、1993年、平成5年3月25日をもって、当駅を発着する貨物列車は廃止された。旅客営業に関しても、2003年、平成15年3月17日に、押上駅を介して、英断地下鉄、半蔵門線との直通運転を開けしたことに、 ともない、地上ホームと押上げ駅への地下連絡通路が廃止された。これにより、旧貨物ヤードの跡地には6万メートルを超える用地が創出され、2004年、平成16年からは、旧貨物ヤードを中心に、都市再開発、押上げ、成平橋駅周辺土地区画整理事業が開始された。同年12月には、墨田区、地元関係者が、東武鉄道に対して、 新タワー誘致の協力要請をし、2005年、平成17年2月に、東武鉄道が、新タワー事業に取り組むことを、放送事業者、墨田区に表明した。同年3月には、都市計画が決定され、放送事業者が、墨田区押上地区を第一候補に選定した。そして、2006年、平成18年3月に、新タワー建設地として、東地区が最終決定され、 東京スカイツリーを核とした東京スカイツリータウンの開発が行われるようになった。東京スカイツリータウンは2012年平成24年2月29日に竣工し、開業を直前に控えた同年3月17日のダイヤ改正では、当駅に初めて特急列車が停車するようになった。合わせて駅名を東京スカイツリー駅に改称した。なお、 地元の親しみやすさを維持するため、解消後は、休業平橋の名称も併記している。同年4月20日には、駅構内のリニューアル工事が完了し、同年5月22日に東京スカイツリータウンが開業してからは、当駅はその最寄り駅の一つとなっている。本駅は、現在の駅名になるまでに3回にわたって、駅名を解消をしている。開業当初の、あ橋駅は、 隅田川に架かる東橋に由来する。その東橋の名称は近接する都営浅草線の本所東橋駅に残っている。二代目駅名の浅草駅は東武鉄道での浅草への玄関口であることから付けられたが、当駅の所在地は本塾当時であった。三代目駅名の成平橋駅は 漢文2年に大横側に加強された成平橋に由来する。詳細は成平橋の項を参照。現在の駅名としたのは東京スカイツリーとその周辺施設の最寄り駅であることの認知度向上と地域活性化のためとしている。東京の部分をひらがなの東京にしているのは東京駅や東京テレポート駅との区別を明確にするためと外国人にもわかりやすく、 親しみを持ってもらうためとしている。なお、駅南側の交差点名はかつて、成平駅だったが、後に、成平橋駅に変更。現行駅名への解消後もしばらくはそのままだったが、現在は、東京スカイツリー駅となっている。東駅引船駅間、留置線のすぐ東側にある、伊勢崎線、第2号踏切は、自動車、ボトルネック踏切と歩行者、 ボトルネック踏切に指定されている。このため、渋滞緩和を目的として、墨田区が事業主体となって、区間内の線路を高架化することを2012年1月に決定した。今後は、国の認可や墨田区と東京都との間の事業費の負担割合の協議などを経、このほど2017年7月7日付で、高架化事業を締結し、着工に入る。 2019年12月21日には上下線を仮線に切り替え、2022年度末、2023年に高架供用を開始する予定。これに伴い、当駅が現在地よりも東側に約150メートル移転し、上りホームが短式、下りホームが複式の2面3線になり、駅に隣接する留置線2線と共に同時に高架化される予定になっている。 事業費は約315億円で、東部が約80億円を、墨田区が約235億円をそれぞれ負担する。築定上に島式ホーム一面二線を有する公開駅である。ホームとコンコース間の移動設備として、エレベーター、エスカレーター、さらに階段が2カ所設置されている。トイレは1階改札内にあり、多機能トイレも併設されている。 引船駅方面には留置線が存在し、特急軽車両などの整備や通勤軽車両の留置が行われている。主に隣の浅草駅発着の列車が改装されるもので、定期列車では当駅が始発、終点の列車は設定されていが、臨時列車で当駅が始発、終点列車が設定された実績はある。常日の駅名変更に合わせ、 コンコースの大幅増床や階段、改札口の増設、エレベーターの移設、大型化、エスカレーターの新設、発車表の更新を含む駅のリニューアル工事を実施した。工事に先立ち、従前より、浅草よりにあった改札口を2011年8月11日から休止するため、引き船よりに新しく改札口を設置し、さらに2012年2月11日から、 ホーム中央の東京空町に直結する位置へ移った。工事は同年4月20日に完成し、休止していた浅草より改札口を正面口に、引船より改札口を東口として改札口を2カ所に増設した。また、改修前のホーム屋根本屋組を活用した幕屋根を設置し、自然光を取り入れた空間を作っている。完成に合わせ、 浅草寄りにある自立式駅名標もスカイツリーをあしらった特製のものに更新さ、下部中央に液晶ディスプレイ式の発射表が設置された。このほか、ホームの黄色展示ブロックの前に紫と青の矢印型のラインを施し、行き先に不慣れな乗客にも分かりやすく配慮している。当駅構内の照明は、リニューアル工事後にすべて LED 式のものに、 交換され、使用電力を約20%抑えている。また、ホーム屋根や、高架上に降った雨を溜める、約30トンの雨水タンクも新設され、貯めた雨水をトイレの洗浄水として使用している。高架部の一部には、壁面緑化も施された。さらに、周辺の観光施設などを案内する、ステーションコンシェルジュの配置も開始された。コンコース中央部には、 住川喜一によるパブリックアートトゥーザスカイが飾られている。東京スカイツリータウンの空町広場にも同名の屋外彫刻が飾られている。駅の外側には壁に組み込む形で安全地蔵村が祭られ、駅周辺の町を見守っている。1959年9月に貨車によって運ばれた。 石や砂の中から発見された地蔵を祀るために1964年4月に安置されてたが、1985年に行方不明となり、改めて地蔵を祀り、その後2体の地蔵も祀られるようになった。当駅のリニューアル工事中は、近くの神社に避難しており、工事完了後に新しい場所に設置された。当駅には1955年まで、 東武鉄道浅草工場が隣接し、1960年代までは蒸気機関車の車両基地、浅草機関区が存在していた。1995年頃までは、駅南東の地上部に貨物駅を併設し、住友大阪製麺と栃木工場佐野線くず駅から伸びる貨物線を利用から同社成平橋サービスステーションまで、セメント貨物列車が運行されてた。 1990年2月25日から2003年3月18日までは、貨物駅の一部に有効庁重量編成対応の2面3線の、東端式ホーム、3.45番線、通称、地上ホームが設けられていた。これは、北千住駅の混雑分散を図る目的で、従来に、引船駅終着もしくは一部分割を行っていた、朝ラッシュ時の上り列車について、 当駅まで延伸するために設置されたものであった。地上ホームには、浅草寄りに、現行のホームとの間の連絡通路が、引舟寄りに改札口と、地下通路、エスカレーター併設があった。引舟側は、京成押上線、都営地下鉄浅草線を押上駅、a 西出入口方面への連通路があった。いずれも、半蔵門線、東急田園都市線との直通運転開始により、 廃止され、連絡通路も閉鎖された。なお、地上ホームのすぐ南側に、保線基地があり、そちらは、地上ホームの撤去後も使用されたが、その後東京スカイツリーの建設に伴い撤去された。跡地は、東京スカイツリータウンとなっており、線路跡などは残存していない。2018年度の1日平均乗降人員は17,197人で、ある。 同一駅扱いの押上駅を含んだ場合の1日平均乗降人員は124,343人である。当駅と押上駅を同一駅とみなした場合、伊勢崎線の駅では、北千住駅、新越谷駅に次ぐ、第3位。2006年度からは、起点の浅草駅よりも、乗降人員が多くなり、 東京スカイツリータウンが開業した2012年度に1日の平均上行人員が前年度より2万人以上増加し、開業から初めて10万人を超えた。ただし、東駅単独の1日平均上行人員で見ると、2001年度は12,392人で、あるのに対し2006年度は6,774人で、あり、 半蔵門線との直通運転開始に伴い半分程度まで減少した。しかし、東京スカイツリーの建設が開始された2010年度は9069人に増加し、開業年度である2012年度は25,494人を記録した。当駅の1日平均定期外乗車人員は、東京スカイツリーが着工した2008年度は1,429人で、 あったが、建設中の東京スカイツリーが話題になった2010年度は2953人と倍増した。東京スカイツリータウンが開業した2012年度は12022人と急増し、着工前と比較すると8倍強の乗車人数を記録している。近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。各年度の1日平均乗車人員は、 火表の通りである。貨物輸送廃止までの貨物取扱量の推移は、火表の通りである。最寄りバス停留所は、駅前の道路にある、東京スカイツリー駅前、東京スカイツリー駅、駅から東武橋を渡った浅草通りに、東京スカイツリー駅入口、成平橋の停留所がある。以下の路線が乗り入れており、東京都交通局、都営バス、墨田区内循環バス、 京成バスにより運行されている。また、東武京京には、日の丸自動車工業のスカイホップバスの乗り場、案内所がある。また、別に、東京スカイツリータウン内他にあるバス停からの路線も利用できる。なお、東京スカイツリー駅への会場前は、東京スカイツリー駅前は、成平橋駅前、東京スカイツリー駅入り口は、成平橋を名乗っていた。当駅から、 浅草駅の特急に乗車する場合、特急、スペーシアのコンパートメントルーム、個室を除いて乗車券のみで利用できる。浅草駅当駅間には1931年、昭和6年から1943年、昭和18年まで、墨田公園駅が、当駅引き船間には1931年から1949年、昭和24年まで、受け地駅が存在していた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。